皆さんこんにちは。今日はとてもお疲れ様でした。大変いいお天気で、日陰以外は暖かくて歩きやすいでも日和だったなと思います。本当にご苦労様でした。デモの最初の方にもお話をしましたけれども、これから日本人は本当に覚悟を迫られる時がやってくるなと思います。週刊ポスト の桜井佳子先生の記事があったんですけれども、そこには北朝鮮の最北端の港を中国が50年間租借権を持ったという記事が載っておりました。でその租借権は植民地時代の行政権を発揮するような租借権で、しかも中朝の国境まで50キロ幹線道路を引いて、その幹線道路も50年間租借権を中国が持つということで、中国は今や自分の国から日本の日本海の方に出ていく道路と港を持ったんだということが書かれておりました。そしてその向かいに何があるか、そこには新潟があるんです。そしてそこに5000坪の総領事館を建てようとしている。廃店された百貨店の後にチャイナタウンを作ろうとしている。なぜかそれは中国が前々から狙っていた新潟沖に眠っている次世代のエネルギー、ハイドロメタンブレードがあるからだと推測をされておりました。まさにその通りだと思います。このように諸外国は日本の国、日本の領土、日本の資源、そういったものを着々と狙って何年も前から計画を立てているんだということを私たち日本人は分からないといけないと思います。しかしですね、それに気づいている日本人というのはあまりに少ないんじゃないでしょうか。私たちここに集まった総合の志士、国民の皆様、気づいている皆様方がこれを世に広めて世論を形成していく力となっていく覚悟を私たちは今ここで持たないといけないのだと思います。最初に冒頭お話ししましたけれども、民主党を解散総選挙に追い込むためには関連法案阻止していく必要がある。しかし関連法案を阻止すれば国民の皆様の生活に少しずつ影響が出て、国民の皆様が何をやってるんだというような批判が起きてくる。しかしですね、民主党政権がこのまま続けば日本が本当に母国になってしまうんだということを気づいている皆さんからは、お一人お一人が皆さん、お友達や家族の方に何を言われようとも伝えていくんだという覚悟を持って、今日本を変えていく力にならないといけないと私は思っております。そしてこれを最終的に突き詰めていけば、尖閣諸島を守る、新潟を守る、そのためには自衛隊を軍隊にする、そういったことが日本人に求められているのだと思います。そして最後に、私たちは本当に覚悟を決めて、何も知らない、知らされていない日本人の方々一人一人に説得していかなければいけない。それは日本人は大東亜戦争を立派に戦ったんだということだと思います。